ショータイム。二等兵の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。はい。ソシオニクス。このチャンネルでソシオニクスの紹介をさせていただくときはですね、はい。めまいさんのいざよいブログを参考にさせていただき、はい、紹介しております。はい。で、今日紹介させていただくのは、4つのグループを紹介させていただいてるんですけど、はい、今日紹介させていただくのは、ベータ・クワドラです。はい。SLEIEIEELSI ですね。はい。目標のためにみんなの心を一つに戦うのが好きなグループですと、うん、現実を見据えて競争したり信念を分かち合ったりできる情熱的なグループを大事にしますと、うんうん、SLEIEIELSI、はい、このベータクワドラの目標、一言で言えばビジョンを掲げて世界秩序を更新することです、うん、例えばブラック業界出身なら働きやすい業界に変えたいと立ち上がるかもしれませんし、もっといい国にしたいと思えば公務員になったり、あるいはその政治活動に熱中したりするかもしれません、うん、そしてそのビジョンを実現して世界を変えるため高い地位を目指しますと、うん、なるほどいや違うんですよ、なんかやっぱり、はい、MBTI とかだと、はい、ああこんな人かになるんですけど、この戦うとかだと、うん、L の人が多いのかなと思ったんですね。はいはいはい。あでもそうでもないんだなっていう、まあ、感情で戦う人もいるって話じゃないですか。倫理で戦う人、論理で戦う人、理想ですか。理想。なるほどなるほど、はい、自分がって感じではないんですね、まあ、じゃあ自分がそこにいるのが好きっていうことなんですね、うん、要は何でも自分の欲求と社会を良くしたいっていうのがリンクしている、うん、あそうじゃないですか。自分だけがいいというよりは、うん、もう全部自分がいるここが全部良くなればいいのにみたいな。なるほど、うん、でそれが倫理的な人と論理的な人といるっていう、まあ倫理でも論理でも結びつきますもんね、それは、はいはい、確かに確かに、うん、なるほど。でこのベータクワドラさんの価値観、うん、はい、としましたですね、このベータクワドラというのは現実に法則を見つけたい人たちですと、はい、うん、ベータクワドラの価値観1、はい、上下関係が規則によって明確に定められている関係を好む、あるかもしれないもう一つのシナリオを分析するよりも現実はどうなのかを分析することに自信がある、うん、新しく人と知り合うとその人と同じ所属先の人たちに合った特性がその人にも備わっているとみなしやすい、うん、ケースバイケースで取り組むより世界を説明する一般法則や全てに適用できるルールを探したがる、分析的な駆け引きが重視される競争的な状況ほどエネルギーが湧いてくるという人たちです、うん、なんか急にあの森保監督みたいにデスノートを始めましたねはい、うん、何を今メモりました？いや、どのタイプかなと思ってよ。ああ、なるほど、はい、びっくりしました、なんか先日お前あのメンバーチェンジみたいな、はい、ベンチに行けって言われるかと思いました森安ノート、森安あの、はい、デスノートデスノート、はい、で法則のあるものに惹かれて、また周りの人たち、政治のものの仕組みなど現実を分析して法則性を見つけたがると、こうした分析力を活かせるのでバトルや非常事態などのヒリヒリした状況ほど燃え上がりますと、うん、そういうわけでこのベータクワドラさんは下っ端で地道な仕事を続けたり、うん、穏やかな環境にとどまったりしながら奇跡を待ち望むことには耐えられないとなるほど、はい、そこでベータクワドラさんの価値観に、うんうん、成功の源として基礎を固めたり細かい仕事をしたりすることを見下しがちである、うん、ビジョンと統率力に焦点を合わせたがる、うん、グループで競争することに比べるとリラックスした個人活動は楽しめない、うん、起こりもしない奇跡に思いを馳せている間に状況の悪化を許してしまう、うん、ベータクワドラさんにとって
それほど恐ろしいものはないと、うん、なるほど。いや今、はい、僕をその現場に置くと、はい、僕は僕が楽しいが優先なんです、ね、うん、多分、うん、でその世間とか、うん、世界と合わせようとするとなると、うん、僕が得するだけ、僕が得するっていうのが多分リンクしてる気がするんですけど、うん、多分その辺が多分違うのかなって、まあ、自分がうまくやっていくためには周りもうまくやってる必要があるみたいなところじゃないですか。そうですもんね、うん、確かに論理的に言うと、うんうん、でまた下っ端である時が許せないと、はい、あ、自分が率先して変えたいってことじゃないですか。ああ、なるほど、うんうん、で情熱的に信念を分かち合うのが好きだと、うん、で価値観3、冗談を言って笑う場面のように一つの雰囲気をみんなが積極的に作り出すようなグループ活動を楽しむと、うん、自分の信念を共有したり情熱的にそれを表現したりする人がいると元気をもらえる感じがする、うん、感情ははっきりと表現されてこそ価値があると思い、うん、人の反応を得るために自分の感情の表現レベルを高める、うんうん、特別な意味についての自分の考えを詩や演劇のように表現しようとする、うん、社会問題や世界の動向に深い関心を寄せる、うん、無関心こそ社会問題の大きな原因だと信じ、うん、無関心と戦うために働く、うん、はい、全員が笑ったり悲しんだり情熱を分かち合ったりするような、うん、一体感を感じられる雰囲気のグループが好き、はい、また社会問題などに関心を寄せ信念を貫きたがる、表現を磨きそこにいる全員を釘付けにするような強烈な雰囲気を作りたがるのはそういう理由からですと、うん、僕ぶつかるなこれ、うん、なるほど、一緒が一体感がいいんですね、うんうんうん、で社会問題などに関心を寄せ信念を貫きたがる、うん、で無関心が敵だと思ってるんですね、うん、だからみんなそこに向かうべきだみたいなことじゃないですか。それは好き嫌いがありますよ、うん、だからこう敵なんですよあ、回っちゃったそっち側に、うん、一緒だと心強いですね。一緒だと信念が一緒だと、うん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 、でももうちょっと真剣に考えろよとか言っていいんじゃないですか。あー、ダメだなるほど、そういう熱い人たちな感じですよね。楽しむのが優先じゃん、うん、でもこう社会もんでもまあ二等兵もこう社会問題とか何とかしたいとか言ってよく言うじゃないですか。でもあれは、はい、僕が言うことに価値があるんだよ、うん、ああでもまあ一緒の時はいいのかな、やっぱりすいません、うん、でこのベータクアドラさんは情熱的な感情表現が軽んじられる環境やビジョンに関わらない自分磨きを強いられる環境が苦手ですと。で価値観4、個人の経験についての話し合いは力点がその人の内側の感情に置かれるとき、特に静かにそれが述べられるときには楽しめないと。能力、人格面での成長という他人の可能性に懐疑的であり、自分が他人からそういう議論の対象にされることを嫌うとあって、内省や可能性の追求に時間を奪われ、解決すべき社会問題や実現すべきビジョンに着手できなければベータクワドラは絶望するかもしれないと、うん、でもやっぱりなんかこれだけ気持ちの違う人が、うん、学校って一つにいる空間ですよね、はい、なるほどね、これ、まあ、そこでぶつかるんですよね、きっと、はい、そこできっとぶつかるわけじゃないですか。ぶつかるし苦しいし、まあ、先生もタイプがあるでしょうし、うん、国がやれって言ったカリキュラムがあるし、うんうん、先生が全員に合わせられないし、合わせられないし、また学力の差があって、運動の差があって、うん、美醜の差があって、うん、まあこれだから楽しいんですけど、うん、まあ苦しい人もね、うん、僕はなんかどっちかっていうと、うん、合わせられちゃう、こういう人たちにも、いや、そのみんながいるところで、うんうん、しょうがないよねって言って、うん、去って環境に入っていける方なので、でもこういう人たちがいるとそれじゃ良くないとか言って言い出すわけじゃないですか、うん、でも、うん、いやもう数の意見だから、うん、数がこっちだからみたいな、うん、でも声の大きさは大きかったりするんですよ。でも数だから、あ、その数も
例えばこう内気な人、はい、お前もそう思うよなって言われたら、あ、はいみたいななびてっちゃうわけじゃないですか、声が大きいと。ここでも外交的な人はいるんですよね。そっかそっか、なるほどなるほど、うん、確かに。でこうみんなを熱く説得しに行ったりするわけじゃないですか。はいはいはいなるほど。でそこに立ち向かうには、いやとか言って強く言える人じゃないと、同じタイプ同じタイプが、そうで合わせられる人は強そうな方に合わせていくわけじゃないですか。そうですね、めんどくさいですしね。そう、はい、